今日はお家で簡単にできるホットプレートを使った料理をご紹介します。先生、今日のメニューは何でしょうか？はい、今 SNS でも人気の、お家でできるお餅ピザを作りたいと思います。お餅でピザ、はい、新感覚ですね。わあ、どんな仕上がりになるんだろう。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。用意する材料はキャベツやピーマンなどの野菜と薄切り餅にウインナー、このほかご覧の調味料です。では野菜をですね、県産野菜をたっぷり使います。はい、まずは材料を切っていきます。キャベツは切ってこないように、はい、ちょっと大きめのざく切りまではいきませんけど、千切りですとすぐ焦げます。はい、はい、ですのでちょっと大きめに切っていきましょう。続いてウインナーを薄く切って、ピーマンは輪切り、パプリカは角切りに、ミニトマトは半分に切っていきます。これできてるようなもんですね。あ、もう切る材料はこれだけ、はい、終了です。はい、あとはじゃあ並べるだけ。あ、プレートに実際に乗せて焼いていく、はい、です。お、なるほど。じゃあプレートに移動しましょうか。行ってみましょう。はい、レッツゴー。200度から230度に温めたプレートにオリーブオイルを薄く引いて、ウインナーを軽く炒めます。その上にキャベツ、切った半分の量のパプリカをまんべんなく並べます。続いて今度お餅を並べていきます。ここで登場です。並べた薄切り餅の上に切った半分の量のピーマンを乗せて蓋を閉め、3分ほど蒸し焼きにします。ピザソースを広げ、チーズをたっぷりとかけます。最後にミニトマトと残りのピーマンとパプリカを乗せ、およそ3分蒸し焼きにしたら完成。いきます。じゃあ蓋をオープン。うわー、おいしそう。とろけてる。いただきます。湯気がすごい。うん、熱そう。うん、お餅がとろけて、おいしい。野菜がたっぷりあって、いろんな味がこうだんだんやってきますね。そうなんですよ。主食として召し上がっても OK ですので、うん、野菜も入ってますし、はい、炭水化物もね入ってますので、うん、忙しい方にぴったりですよね。プレートのなんかまた幅が広がりました。よかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。